はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。白猫プロジェクト実況プレイパート2やっていきたいと思います。はい、前回は初めてね、はい、やっていきました。なかなか面白いゲームですごく興奮気味でございます。では、前回の続きからやっていきましょう。森へ続く小道スタート。はい、武器強化してもらったのでね、はい、強くなってみたいかなと思います。やっていきましょう。キツネ氏の炎はとても強力、弱点の属性付き武器を戦おう、属性武器で戦おう。キツネ氏ってなんだろうねどんな種族がいるかまだ分かってないです。よし、進め。強や、強い、この武器強い。おら、焦ってない。よいしょ。何かある？ない。あ、こうか。スッてやれば回避できるの。へぇ。回避コードもあるってすごいな。面白い。よいしょ。痛い。ナイス。やっぱり橋の前にあのネズミみたいなのがいる。ここを通りかけば100ゴールド渡せる。前回と同じような感じだね。違う、こいつもいた。ここを最後まで通り抜けたら50ゴールド入ります。よし。ダメだ。ちゃんと攻撃してから回避してからね。こうやって。覚えておいて。操作もしっかり覚えておいて。またネズミか。本当にネズミでいい。コボルトか。よっ。へい。えい、キルも使う。トイヤ。よいしょ。うわ、でっか。あれ、痛い。こっちもいる。オッケー。倒した。やったぜ。ミッションコンプリート。これで終わりかな？あ、すべての宝箱できてないし、敵の全滅も取れてないな。まだ他に場所あったのかな？ゲイ。冒険のヒント。武者種とかね。よし。この先がバロンの行っていた森か。確かに人が立ち入るような場所ではなさそうだ。どんな魔物が潜んでいるかわからない。酒場に戻って一緒に戦ってくれる仲間を募集しようじゃないか。へえ、仲間が一緒になるんだね。土偶子とかあるの。どいてな。仲間の募集にはジュエルが25個必要なんだが、今日は俺が払ってくれ。へえ、仲間もお金かかんだ。私は来た。見せてみろ。かっこいい。かっこいい。ボルバーク。かっこいい。かっこいい。頼もしい仲間と出会えたな。早速パーティーを編成しようじゃないか。仲間に出会えるっていいね。アクーアッシュ。待って、編成。俺一人じゃ頼りないかな。かっこいいな、ボールワーク。はい、こんな感じだな。成敗。最後に大きいボタンを押してパーティーに参加。信頼できる仲間と力を合わせればどんな敵が相手でも怖くない。さあ、遺跡へ向かおうか。教育バトルとか。そうそう、酒場では他の冒険家と協力してクエストにターンと挑戦できる。腕試ししてみるのもいいかもしれないな。
ちょっと見てみよう。カワーエレメントを探させてる、ね。協力バトルを回帰的な戦隊をお示しいただけますか。じゃあお願いしましょうか。おー、4人で討伐クエストとか2人でゲート、激闘っていうことは、決闘なのかな、わかんのかな。で、イベントもあると。すごいね。じゃあ、ゲスト行きましょう。やらずに。で、あと1個解放したら、ちょっと早いですけど、やめましょうかね。こっちに進んで、迷い込んだ森の中で。おかしいな。そろそろ抜けてもいい頃だな。この森、そんな心配そうな顔するな。大丈夫。音楽はちゃんとあって。お。猫。猫。誘ってるのか。ん？こっちだよって。なんだ。気になるな。追ってみようか。そうっすね、先輩。じゃあよし。行ってみよう。あ、今回ボルワークさんもいるからね。ボルワークさんもいるから、頼もしいんじゃない？本当にサクサク進みそう。で、しっかり冒険してみようね。宝箱あるからね。よし。行こう！行こう！戦いにおいてはチームワークが何より重要だ。あ、なるほどね。交代できる。おー、交代。セーバイ、ボルワークでセーバイ。おら、おら、スキー、スキー、スキー。私が来た。ほんと俺この辺で、なんていうの、操作しちゃう。あ、違うの、違うの。ほら、よいしょ。ほら。よいしょ。私に骨をくれ。ここ、毒踏んだら、あ、毒沼踏んだら毒になる。ね、あー、よく見たら手で見えなかったけど、マップが載ってるね。お。待っていたのか、俺たちを。え？あ、おい。おい、逃げるな。どこへ連れて行くつもりなんだ。森の奥へ。遺跡と。うわ、ちゃっ。はい。私に骨をくれ。生肉でもいいぞ。おぉ。うわぁ。うわぁ。肉焼きにしてくれるわ。よぉ。串刺しにして、焼き鳥にしてくれるわ。焼き肉に。嫌だね。嫌だね。よいしょ。焼きた肉にしてくれるわ。あ、どうぞ、食べない。こっちの前があるよ。宝箱ゲット。ちょっとね、ボルワークの操作しづらいから、俺に入れとる。さあ、僕が来た。いいとこは持っていく。仕方ない、ボルワークさん。頼んだ。あの魔獣、今までの奴らと格が違う。うん、本質っぽいね。全力で行くぞ。了解した。じゃあ、ボルワークさん頼んだ。ほら、くらえ。あれ？ちょっと待って。くらえ。あーっと、そんな。2倍かけてきます。結構長いね。ここになられ。ほらー、サンドアバンス。よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。おお、近く頼んだ。奥が来た。攻撃を食らえ。ダブルスラッシュ、1回しかスラッシュできなかった。とどめは私が持っていくよ。やったぜ。最後もボルワークさんで言ったら、ここボルワークさんになるのかな。ちょっと惜しいことしたな。やった、実績。
実績は一応そのまま見せますやった合計のヒント星たぬきたぬきだった明るいも落としやすいぞ。静かなる森の深部。今度は逃げないんだな。ここなのか。俺たちは案内したかった。目的地に着いたみたい。おい、大丈夫か。ちょっとあんたたち、早くなんとかしてよ。なぜ猫が怒るのか。普通に喋ってこっち連れてきたら、そんなのどうでもいいからアイリスを早く急に怒り出した。問題なさそうだな。見てるだけ。キャトラ。あ、キャトラ。この方々は、アイリスは目を覚まさないし、どうしていいかわからなくて。あ、そうでしたか。そしたらたまたま森で見かけてここまで連れてきたの。普通に喋って大変なんだけどって言えばよかったな。お前は俺たちは何だと思ってるんだ、うん、この子悪い子ではないのだけれど少しこういうところがあって。ほー。私はアイリス、助けてくれてありがとう。うん、どういたしまして。俺はカイル。俺はラック。君はここで一体何を。お昼寝ではなさそうですね。私は日向ぼっこです、うん、ごめんなさい、うまく思い出せなくて。そう、そうでした。この森の先にある遺跡へ向かうところでした。目的は一緒。でも大きな地震があって途中で気を失ってしまって。はい。地震あったか。何よ、信じられないっていうの。ただ大きいものが落ちたとか。気を悪くしたのなら謝ろう。俺たちもその遺跡へ向かっているところなんだ。そうそうそう。よければ一緒に行かないか。目的は一緒だ。よろしいのですか。どうぞどうぞ。君を放ってはおけないし、目的地が同じなら好都合さ。うん、連れてってあげるよ、カイルさんが。私こう見えても魔法には自信があるんです。全然見えないけどな。お役に立てるよう精一杯頑張ります。ヒーラーかな。キャトラ、森の先まで案内してくれる。あんたたち、はぐれないようについてきなさいよ。逆に置いてくよ。やれやれ、可愛げのない猫だ。少しはゆっくり歩いてくれよな。いえ、ごめんなさい。私ったら、そんなはずないのに。さあ、私たちも行きましょう。了解です。やっと奥まで来たね。あ、やっぱり回復の魔法が得意なんだ。遺跡に向かう前に私をパーティーに帰ってくださいね。はい。青の部分は開くわ。と、いいですね。お、いたいた。魔法、任せて。お願いします。オーケー、オーケーしなきゃ。アウアウ家をしちゃった。なかなか。キャットシャドウとかいいのね。オーケー。よし、これで、アイリスさんの仲間に加わります。では、遺跡行きましょうか。すっげーダンジョンみたいな。ほとんど人の手が入っていないみたいだな。でも探索しがいがありそうだ。アイリス、気づいてる？何かしら。この感じ。どんな罠があってもおかしくない。みんな焦らず進んでいこう。進んでいきましょう。絶対ね、何かいるよ。よし。カイルさんか。何か本当にありそうだね。よし。
倒せるかな。行こう。さあ一気に進んでいくよ。あら強い、レベル4になってる。罠危ない。結構調べる何かあるか。あら行って大丈夫かな。あダメなんだ。ちょっとね、あるゲームについてはね、出てきたらもう大丈夫かと思ったんだ。あるゲームをやってて出てくればもう関係ないから、そのゲームはね。いやー、まあ何のゲームかは言わないけど、もう出たら判定ないものだと思っちゃう、こういうのあると。よいしょ、進んでいこう。危ない危ない危ない、痛もう出てきてんだからセーフだろうっていうちょっとした文句を言ってみました。なんかね、よいしょ、目が閉まってたな。開かないね。敵はいるな。え、開かないじゃん。これか。裏が開く。あ、こっちか。あれが鍵だったんだね。なるほど。よいしょ。ちょっと待って。逃げがいる。危ない。逃げんじゃない。痛い。この。よいしょ。宝箱ゲットだ。開けましょうか。よし。最後の飛び目をボルワークさんでやらせてるから。ちょっとランスが使いづらいっていうのは。やめよう。危ない。すっげえすっげえ。カイルさんがすげえ強い。じゃあ次の場、次の面。おお。これは。何？解読するのに何十年かかるか。間違いない、飛行島だ。敬愛する君へ。お、読める。これを読んでいるとき、きっと読めるんだ。読めるのか。はるか昔に失われた言葉だぞ。へえ、古代の。わかるんです、なんとなく。続き読みますね。なんとなくで読みます。罰を受けよう、禁忌を犯した報いとして闇を抱え永遠へさまようことが償い、悠久の果て、もし君がこの地を訪れたなら、それはさらなる罪の始まり。その日が来ないことを願い、ここに光の翼を封印する。光の翼。アイリスが刺した先には、飛行島。飛行島。この遺跡に封じられてるっていうのか。へえ。アイリス、こうっていいのかな。何封印といたの。アラミーレ、ディーベト、プロクーラ。カタカナでもよかった。何が起きてるっていうのよ。封印を解いてしまったという。壁が崩れ、広間の奥へと続く道が現れる。君が光の翼を望むなら、おその名を祭壇に刻め。行きましょう。この奥に光の翼が、飛行島があるはずです。アイリス、もしかして飛行島をの封印を解くために来たとか。おお、宝箱。行ってみよう。地震止まないね。大丈夫かな。いきなりぐしゃっと潰れたりしないよね。あ、わかります。それフラグですね。耐えてもらわなくては困る。まだまだ調査したいところが山ほど残っているからな。そうですね。あの扉。あ、なんかすごいボスがいそう。もしかしてそのまま飛行島に行くと飛
航島でそのまま飛行しちゃうとか。おお、ボルワークさんこれで倒せるかな。何バハムート謎のドラゴンが現れた。ドラゴン、ドラゴン、冗談だろ、なんでこんなところに。さあ、光の翼の守護者。なるほど。どうしよう、逃げた方がいいよね、きっと。いや、そしたら地震で倒れてきそう。ゴー言ってるよ。逃がしてくれるつもりはなさそうだ。そうだね、戦うしかないもん。ごめんなさい。まさかドラゴンが眠っていただなんて。眠っていただなんて、かっこ棒。俺は俺の意志でここに来た。そうだね、別にアイリスのせいじゃないさ。行くぞ。了解、ではボルワークさん頼む。あぶー、痛い、燃えてる燃えてる。うわっ、ちょっと強いんじゃない。危ない。ちょっと頼んだ。アンダーランス。いや、ちょっと痛い。ちょっと待って、混乱する。うわ。控え。危ない。いや、カイルさん。上げてるだけじゃなくて攻撃してね。あわー。はい、一緒にいるの。おい、すげえ。危ない。痛え。危ない。いけ。ここに並べ。サンダーランス。いいね。あー、くそ。回避したかった。こっち。危ない。あ、見えない。混乱してる。ちょっと。見えるようにして。よいしょ。みんな。チクって刺して。おお、倒したね。よっしゃ。あら。やったぜ、出なかったね。出ないのかな。トラップに当たらずにクリア。無理でした。やったぜ。ドラゴン出てきたね。でも、すんごいな。あんだけ動くんだ。敵も。激闘の果てに。じゃあ、これを見て終わりにしようかな。やった。みたいだな。カエルさんお疲れ。ボルワークさんもお疲れ。勝ったの？勝ちましたね。やったぜ。アイリス、よく戦ったな。ありがとうございます。俺たち。もしかしたらいいチームになれるかも。そうですね。と？と？スカイルさん、離れて！何？おお、まだ生きてる。なんだこいつ。体が溶けかけて。溶けかけて？スカイルさん！危ない。何したの？カイルを取り込んだ闇は瞬く間に大きくなり。え？アイリスをキャドラをラックを乗り込んでいく。体が動かん。え、何？闇に飲み込まれてんの。やがて完全なる苦労が訪れる。深い闇。よ。お？まったく大変なことになっちまったな。どこまで続くんだ。この闇は全く見えないけど、ま、仕方ないか。冒険にアクシデントはつきものだ。なんでそんな前向きなの。なんてな。悪かったな、巻き込んでしまって。スカイルさん、うん、ビックリマークしか出てない。私の声聞こえますか。この声、アイリス、君こそ大丈夫か。少しだけ待っててくださいね。今光を。お願いします。光だ、ルークス、ブーラン、ルーチェンム。不思議な子だ。栄翔の声を聞いているだけなのに、どこか安心するような、何者なんだろうな、アイリスは。そうですね。おお。お帰りなさい。
皆さん。ただいま、クレアムから帰ってきて。君がいなければどうなっていたか。ねえ、こっちこっち。外に繋がってるみたいだよ。行きましょう。みんなで一緒に。さっきの何だったんだ。悪いな。ここでお別れだ。え？これ、見てみろよ。あのドラゴンは仮の宿に過ぎず、闇こそが本体だったのさ。どういうこと？仮の宿に過ぎず、ああ、なるほど、ね。そして今度は、俺が宿主ってわけだ。ええー。よせ、あの子を呼び戻してももう、遅い。それに闇が、訴えかけてくるんだ。アイリスを殺せってな。危ない。どうやらあの子は、こいつにとって重要な鍵を握っているらしい。もう一度あの子を見たら、俺はきっと俺ではなくなる。そんな顔するなって。念願だった飛行島までもう一歩までたどり着けたんだ、冒険家としてはそれだけで十分だ。本当は最果ての地まで行ってみたかったけどな。最果ての地。そうだ、お前にこれを渡しておこう。何これ、冒険の人。だからそんな顔するなって。死ぬって決まったわけじゃない。この闇を抑え込んだら俺も後からお前たちを追うさ。振り返るなよ。俺をお前の足かせにしないでくれ。さあ引け、早く早くしないと。貴様のからだもん。さよならだ。闇に飲み込まれてる間にそうなったんだね。あのドラゴンの闇のドラゴンだったわけだ。こっちよ。ほら早く、グズグズしてたら埋もれちゃうよ。遺跡からの道をひた走る。戦いに傷ついた体を拳一歩一歩振り返ることなく、やがて、おおおお、これは飛行島？びっくりした。私たち今雲の上にいるんだよ。大空へ。ねえ、あの島ってアストラ、私たちの島よ。おお、なんで？もしやとは思ったが、まさか本当に飛行島を起動するとはな。お前たちの帰りがあまりにも遅いのでな。ヘレナと共に後を追ったのだが、そしたらこんなことになるとこんなことになっていたんだ。僕の友達の前で。私はバロン。イニシエの時代の命により飛行島の行く末を見守る者。お目にかかるのは初めてでしたな。白の巫女アイリスと。なんと自らの過去をお忘れですか。いずれ私の知る限りお話しさせていただきます。バロンさんはもう古代っていうか昔からいる人。一緒じゃなかったの？ああ。そんな、すぐに助けに戻りましょう。ああ、振り返るなとか言われた。そんな。これは何かを、まず。これは、ルーンドライバーか。お前、どこでこれを。カイリさんが持ってた。もうすぐに遥かの水平を見据える。進もう前に。いつかカエルが後を追いかけてくる日を信じて。さあ、白猫プロジェクト始まりでございます。おお、すげえなこれ。決意は固いようだな。よし、今日からお前たちがこの島の所有者。ええー、
いるの？いつの間に忍び込んだ。叩き出すぞ。おー、はい。ちょっとお二人とも、このタヌキたち戦うつもりはないみたいよ。うん、戦わない。キャトラ、彼らの喋ってることがわかるの？ああ、翻訳お願いします。僕らはずっと空に憧れていて、島が浮かび上がるのを見て、いても立ってもいられず飛び乗っちゃったんだ。何でもするから連れてって。愉快なタヌキたちだ。ですって。どうする？何もしないならいいんじゃないの？何でもすると言ったが、お前たち何ができる？バロンさん怖え。もうバロンさんの手下になる感じ、ね。うん、星たぬきたちは皆人も立ち寄らぬ高所に丈夫な巣を作る習性を持つと聞いている。本当に高い場所が好きみたい。どうだ、彼らに島の施設建築を任せてみて。この2匹だけで建設できるのか。たぬきたち、ちょっと待っている。お前たちにこれを送らせてもらおう。そっ、何？簡単に作ったのこれ。よろしく頼むぞ。今日からここが私たちのアジトなのだから。アジトか、すげえな。お礼に飛行島に眠る黄金を掘り出すための施設を作るね、ですって。黄金を掘り出す、簡単に言うの。あらあら、タヌキさんたちとても張り切ってるみたいね。タヌキさんたちに、施設の建設をお願いしてみようか。これ、なるほどね。家作りもあんの。箱庭の感じもあるんだね。じゃあ、まず家作ってもらおうか。家じゃないね。建設できる場所は限られているから注意してね。どこにできる？あんまり正面に置くのも嫌だな、こういうの。道の上に向けないか。ここの範囲しかないみたいですね。仕方ないなぁ。じゃあ、向き変えれないのかな。じゃあ、ここら辺だね。じゃあ、この辺に、ほい。おぉ。てれーん。すげえな。施設が増えると仲間の能力が上がったり武器庫を広げたりすることができる。冒険してランクアップすれば、豪華な施設をたくさん建てれるようになるわ。時には仲間に話しかけたりしてみて、一緒に冒険して仲良くなればきっと絆が深まるわ。まさかルーンドライバーを託されていたとは。カエルさんが持っていたの。世界でも数えるほどしか見つかっていないレアな道具。へえ。よほどカイルはお前のことを気に入っていたと見える。カイルさん、この光一体どこへ向かっているのかしら。飛行島が復活した今、我々は世界に散らばる7つの大いなるルーンを探し出さねばなりません。大いなるルーン。あらゆるルーンの源となる強大なルーン、強大なルーン、その全てを集めた者のみが世界の果てに浮かぶ約束の地へ足を踏み入れることができるのです。そのルーンドライバーは大いなるルーンへの道を指し示す道具なのです。道しるべとなるの。アイリス、どうして何かしら、この気持ち、私向こうに大きな島が見えてきたわよ。早速そろそろ到着のようですな。揺れに備えるのです。島のまま着陸すんの。着陸だ。はい、ということで全部出たね。下の方、なるほど。
これからあなたの夢だったら大冒険が始まるのね。この先に何が待っているのかしら。もしも冒険に行き詰まった時は前の島に戻ってみると新しい発見があるかもしれないよね。なるほどね。レベルが合わなくなったら前の島に行ってレベルアップした方がいいんじゃないかってことなのかな。はい、ではタウンに行ってすごいね、要素がいっぱいあるね。まず武器と仲間、そしてこの島の建築。お、掲示板ができてる。ああ、こうやってミッションもあるんだ。すごい、いろいろやり込めそうですね。街を歩くとかもあるし。おお、すごいな。で、こうやってゴールドも掘り出すんだ。すごいなこれは面白いゲームですね。2個できる？あ、タヌキを全員できる。これほんといろいろやり込みがあるのでね、はい。多分タウンの方はちょっと実況外でやるかもしれないです。クエストは頑張って実況していきますので、はい。どうぞよろしくお願いします。ガチャとかもね、実況外でやるかもしれないですし、はい。まあその辺は、はい。増えたりしたら、紹介しますので、はい。どうぞよろしくお願いします。おぉ、こうやって見渡すんだね。おぉ。よいしょ。くるっと回んないな。よいしょ。どうやって回った？くるっと。回らない。さっき回ったじゃないか。よっ。お。よいしょっと。すごいな。はい。では、あれ？どうやって見に出る？はい。では、パート2はちょっと長くなっちゃったんですけども、これで終わりにしましょう。さあ、冒険の始まりですね。いやー、飛行島動くとはね、思わなかった。で、飛行島に住むとも思わなかった。です。はい。では、これからどんどん建設して、この飛行島をどんどん大きくして、クエストも進めていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。では、パート2はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回、お楽しみに。さようなら。